まあ商品だけどでんぷんなんですけれども。え、でんぷんですね。豆乳にでんぷんを混ぜて、普通の豆腐はまあ豆腐、豆乳ににがり入れて、まあ、ね、固めたのが豆腐ですよね。はい、そうですね。にがりを入れる前にでんぷんを入れてやって、それをこう均一に混ぜ合わせをしてやるわけです。はい、でんぷんが入るんですか。そうなんです。はい、これすごい黄色いもんですね。そうですね、あの冷凍しますとどうしても豆乳の色が強くなってきますので、色が黄色くなります。現在作られている冷凍豆腐は麻婆豆腐や揚げ出し豆腐用で、冷ややっこには適していません。目標はあくまでも冷ややっこです。でんぷん、冷凍食品の陰の主役を生産するのはこの会社。新社屋がオープンして1年足らず、いかに儲かっているかは一目瞭然。すごいビルだね、これは。東海でんぷん株式会社。この会社ではヒット間違いない冷凍食品の開発が進められていました。一体その商品とは何だ。すいません、東海でんぷんの方ですか。はい、そうです。すごいビルですね。まあ、まだ経って1年経たないもんですけど、まだ綺麗なんですけどですね。でんぷんでこんなビルができるんですか。いや、そう言われるとちょっと頭が痛いんですが。でんぷんは今最も注目されている食品加工用の原料です。あの、でんぷんの研究室やっております。なんだ、僕はなんかこう小さな平屋建てのでんぷん会社ってな。失礼しました。すごいですね。なんか冷凍食品取材してると、はい、でんぷんが非常に重要な役割してますね。そうですね、特にここ何年間の間にだいぶでんぷんを使っての、まあ、冷凍食品の応用というのが増えましたんで。ちょっと見せてくれますか。どんなものが商品化になってるか。あ、すごいね。お菓子もどうですか。お菓子もそうです。おしるこ、タピオカ、こんなにいろんな種類があるんですね。これ全部でんぷん使ってる。使ってますね。これだけじゃないんでしょうね。もっとありな、これの何倍ってあると思います。最初にでんぷんを使うなりしてね、はい、作った冷凍食品ってのは。そうですね、やはり一番冷凍食品の中ででんぷんがあからさまに出たのっていうのは、こういったうどん関係がもう冷凍食品で出て、美味しくいただけるっていうのが分かったんじゃないですかね。どういうふうにでんぷんを入れることで美味しくなったんですか。でんぷんを入れない生のうどんだと、そうですね、もう解凍してからべちゃべちゃボロボロですね、離水がする、歯ごたえの低下、いろんな悪影響がありますけど、冷凍したものだとそれが非常にコシのあるいいうどんが出来上がる、といった状態になりますね。でんぷん入れることで、はい、もうこれで全部冷凍食品はもうでんぷん使って作り切っちゃったって感じですかね。まだ何かあるんですかね。まだこれからいろいろあると思いますね。何が。そうですね、一番あるもので今後求められているのは天ぷらですね。和食の天ぷら、うん、そういったものにはでんぷんはまだ有益ではないかなと思いますね。天ぷらはサクサク感が命ですが、解凍すると水分が出てネトーっとしてしまうのがネックです。ところが衣にでんぷんを使うことでサクサク感を失わずに解凍できそうだというのです。ヒット間違いなしの冷凍天ぷらは今年中にも発売される可能性があります。ところで冷凍化が進んでいる中、パンはどうなのか。パンというのはどうなんでしょうか、冷凍は。非常に適してる食品だと思います。あ、これ結構冷たくなってますね。はい、何度ですかここは。はい、マイナス30度です。あ、こういう状態になって、はい、これが冷凍生地ですか。そうです。いいですか、触ってみて。はい、パンの生地とは思えないですね。パンの生地はイースト菌が入っているので冷凍の温度管理が難しい。しかしその技術が完成すると焼きたてを提供できるし、人手もかからず経営上のメリットも大きい。マニュアルに従って素人でも簡単に焼き上げることができて、冷凍パンは業界に一大革命をもたらしました。美味しいです。ありがとうございます。ふわふわで、これが冷凍かどうかなんて分かんないですよね。さて、冷凍食品のルーツはイチゴだったといいますが、どんなものだったのでしょう。これですか。これが昭和5年に
初めて日本で作られた冷凍食品のいちご。冷凍食品のいちご。そうです。詳しい資料がないんで、よくわかりませんが、多分、このいちごに牛乳を加えて凍らせた。記録が残ってます。なるほどね。その後、割ったりですね、潰したり、最終的にはこういう潰した状態でシャーベット言って売られたシャーベット状にして食べるという。いちごは牛乳や砂糖と一緒だと冷凍しやすいが、解凍して生の状態に戻すのは難しい。第1号はシャーベット状のまま食べなければならず、冷凍食品としては不完全なものでした。それで、ね、だって凍ってて、まあ、美味しいという感じはあまりね。でもいちごの味はちゃんとしますね。ええ、冷たすぎて味が分かんないね。今いろんな冷凍ケーキが作られていますが、肝心なものがない。いちごの乗ったショートケーキっていうのがありますよね、はいはい、あれは商品化はされてないんですか、こちらでは。その生のいちごを上に乗せるっていう、まあ、ことがですね、冷凍ケーキの中でうまくできないということがございまして。あ、それはいちごを使っているからということですか。いちご自体が、まあ、あまり冷凍に適してない。一般にその私たちもこれ買うことのできるケーキなんですか。まあ、基本的にはこれを私も出しているのはですね、あのレストランさんだとかですね、まあ、あの喫茶店さんだとか、まあ、そういうところで主に使われてますね。じゃあ私たちも食べてるわけですよね、そういうところで。こうそうですね、あの、まあ、一部この中にあの手を加えられてですね、やられてるののお店もございますけども、食べてる場合もあるかなと思いますけど。でこれは冷凍解凍したいちごです。なんかもうこんなぐちゃぐちゃなんですけど、これじゃあちょっとケーキの上に乗せられませんよね。ちょっとなんか腐ってるような。冷凍し解凍していちごを生の状態に戻せるなら、いちごのショートケーキもできるはずです。その驚くべき技術を持っている会社が長野市にありました。瞬間凍結とはどういうことか、まずはその基礎実験を見せてもらいましょう。私持ってますから、はい、ポンってやってみてください。じゃあこっち側を、ええ、叩くんですか。ええ、もっと強く。ああ、来ました。来ました。あ、真ん中からスーッと凍ってきた、凍ってきた。わ、はー、マイナス6度で凍っていない水が刺激を受けて瞬間凍結。これはどういうことでしょうか。はい、氷ですよね。あ、凍ってます、凍ってます。ほら、シャーベット状になってる。あ、冷たい、冷たい、冷たい。0度以下になって、凍ってない状態を冷却状態と言いますから、今ポンと叩いて凍りましたけど、それは冷却の戻りと言います。今みたいな凍り方すると非常に氷が小さくて、凍らせるものを傷めないわけです。これ今本当にフレッシュな状態の、もう匂いを嗅いでも美味しそうなフレッシュのイチゴです。水は特殊な性質があって0度で凍るとは限りません。静かに徐々に冷やせばマイナス30度まで凍らないこともあります。この現象を人工的に起こすのがこの装置です。2000気圧を加えるとマイナス20度まで凍らない装置です。1900になりそうですね。で今マイナス20度ぐらいです。2000超えました。で今中が2000気圧でマイナス20度ですね。ぐらいになって、さあイチゴはどうなるのか。2000気圧の圧力をかけマイナス20度まで冷やし、突然減圧すればイチゴは一瞬のうちに凍結するはずです。確かに周りの一緒に入れたお水は凍ってますね。で中のイチゴもこれ凍った状態ですね。はい、だいぶ色はいい感じですね。出して比較してみましょうか。色が綺麗ですね。これ触った状態で、あ、ぐにゃっといかないですね。ちょっと柔らかめかもしれない。ほんのちょっとかな。生と同じだと思いますけど。
甘くて美味しくてフレッシュですよ。全く同じです。ということはこれ大成功ですね。そうですね。これで凍結したまま保存することができるわけですね。ですから冷凍食品のショートケーキとかそういうのにも使えるわけです。できるということですか。今この世の中でこれはこの冷凍に向かないいろんなものがありますよね、はいはい、じゃあほとんどのものはこれでやると大丈夫なんですか。ほぼ大丈夫です。この会社は高野豆腐のメーカーです。おいしい高野豆腐は晴れて風のないしんしんと冷え込む冬の夜にできるという話を聞き、凍結の決め手はカレー客であることを突き止めたのです。氷の結晶が小さいほど食材の細胞は破壊されません。カレー客状態にできれば生野菜でも果物でも美味しい冷凍ができるはずです。冷凍技術の進歩は食生活の常識を大きく変えています。保存もできて運搬も便利な冷凍食品は都市で生産する必要もありません。この工場では意外なニーズに応えています。こちらはこれから出荷するものですか。そうですね。もう冷凍されて入ってるんですね。はい、これは凍結かかっております。はあ。一般には市販されていない冷凍食品を作ってると言いますが、それはどんなものなんでしょうか。面白いかもしれませんですね。こちらは北海道産の大エビですね。こういう形ですね。アーモンドなんですね、これ。はい、そうです。で、鎧エビと申しまして、鎧のような形っていうですね。へえ。その注文をされる方ってのはどういうところの、はい、ほとんど専門分野の、ホテル様だですとか旅館様ですとか、はあ、はい、どういうホテルさんっていうのは、はい、申し上げるわけにいきませんので。でも名前出すと私なんかもよく知ってますね。皆さんがよく知ってるとこね。それも申し訳ございません。それも言えないものですから、はい。ホテル、旅館、レストランの注文を受けて作る冷凍料理、和洋中華エスニックまで何でも調理しています。もちろんレシピは発注元から届けられ、忠実に料理しているのですが、一流ホテルやレストランが冷凍食品に頼っている現実は一つの驚きです。全ては手作りで、おばさんたちが丹念に作り上げています。でもこういうのは作ってて楽しいんでしょうね。ね、綺麗だから。綺麗ですもんね。大量生産と大量保存のメリットはホテルや旅館にとってとても大きい。ちょっと見せていただけますか。はい、はい、その注文、なんていうんですか、注文表、ね、なんていうんでしょうね、こういうのは。これこういう形でですか。これがその各ホテルさんからこういうように作ってくださいという注文表というんですかね、はい、そうですね、レシピですね。レシピですね、はい、まあホテルの名前出したらちょっと申し訳どうなんですけどね、まあ、これまあ、一流のホテルさんから。そうですね。あ、並びましたね。これがあれですか、冷凍食品。そうなんです。とても思えないですね。田舎にしてこう一流ホテルの味、高級料理店の味がこれでね、お家でこうやって食べればそのまま味わえるわけですからね。全くでも変わりますね、この冷凍食品って言葉が。こちらはちょっと私どもの、料理人がちょっと、いろいろと腕を振るった商品なんですが、現在すごいですね、これは。ございます。パーティー会場みたいですね。久美さん、これは何ですか。こちらの味方さんで、そうです、扱ってる冷凍食品の数々。そうですね、これは解凍したものなんですが、実際に私ども3200種類ほど今現在アイテムがございまして、今日はこのそのほんの一部ですね。3200、はい、お料理の数が。そうです。はあ、そりゃほんの一部ですね、これは。そうです。食卓のすべてが冷凍食品という時代がすぐそこに迫っています。
いや